こんにちは、たけおです。前回の動画では僕のルームツアー前編ということで、こちらのようなママからもらった傘であったり、僕の大好きなフィルムカメラコレクションであったり、それから、もう大好きな古着ですね。クローゼットの中をたくさん赤裸々に紹介してまいりました。今回の後編ではですね、その続きと申しまして、さらにね、写真や本、さらに古着など、どんどん好きなものを紹介していきそうと思います。ではどうぞ。ここがあれですね、あの冬服シリーズですね。まあほとんどスウェットなんですけど、僕がよく着てるやつ、リバースシリーズですね。ここに1,2,3と、まあ、これスウェット4,13,14,15、めっちゃあるやん。ちょっとこれ以上買ったらね、雪崩が起きるんで、ちょっとそろそろ考えないといけないんですけど、まあ止まんないですね。で、まあ冷蔵庫があって電子レンジがあって、まあ、これ一人暮らしあるあるですよね。まあこの辺は特に喋ることはないですね。あ、やったわ、あった。はい、で、プロテインですね。はい、で続いてが、あのここが僕のまた好きなスペースで、さっきのね、ちょっと待ってよ。はい、僕のこのカメラで撮った写真をプリントしたのがここに貼ってますね。まあ、これ友達が撮ってくれた喫茶店のやつとか、あの大学の、まあ、親友なんですけど、まあ、これ僕とか、特にお気に入りの写真を載せてますね。あとここがね、もうすごい僕の好きなポイントなんですけど、まあ、あの本を読んですごくあの刺さったなってフレーズを紙に書いて貼ったりしてますね。これはあのノルウェーの森ですね。何かしんどい時には全てが終わったその直後を思い浮かべるっていう、これですね。あの僕が大学入った時からずっと読んでるボロボロなんですけど、命の車窓からっていうエッセイから、抜粋しましたね。これはベッドなんですけど、はい、僕はちょっとあの鼻をよく噛むので、ティッシュを枕元に置いています。あのこれがね、あの僕の、友人が作ってくれたあのクッションですね。これポロベアの布での切れ端で、ミシンで塗って作ってくれました。めっちゃ気に入ってます。あれ？ん？なんだあれは？まあ、ここがあの、まあ、僕の一番好きなスペースですね。で、まあ、ルービックキューブはなんかもう自己紹介の動画でなんかすんごい苦い思い出があるんで、フィギュアですね、タフィーとジェリーが可愛いのでそこにポンって置いてまして、でここがあの、まあ、本のスペースですね。雑誌とか、小説とかもいろいろ置いてます。ここがあの僕の、まあ、日記ですね。大学の頃からずっと書いてるんですけど、すごいたくさんありますね。あ、これ懐かしいな。なんか就活がすごいしんどかった時期で、なんやかんやでずっと書き続けてますね。すごい量になってきました。1個、あのこれがあの僕のすごい大事なノートで、いいことノートという、題名で一冊のノートを書き始めて、今でちょうど半年が経ちましたね。まあ、いいことノートっていうのは、あの、なんかこういうルールでやってまして、この日がどんなに嫌な日とか、空っぽな日であっても、まあ、5つくらいいいことはあったやろって思って、書くようにしてますね。1日5つが、半年続いてるので、1日5個かけるの30日、150個で、1ヶ月150個で、150個が6ヶ月だから、まあ、大体900個今までにいいことを見つけたことになります。そう考えると、なんかあの嫌なこととかやっぱあっても、あ、俺の人生そんな悪くないなとか思えたりするんですよね。うん、プロジェクターですね。あのさっきの三脚とくっつけて、この三脚とくっつけて、あのこっちの、ね、壁がすごい広いので、ここに夜ドーンって映して映画見たりとかもしてますね。最近読み終わった田園少女ですね。まあこれは名作っすね。こんな感じで、まあ、これが竹雄ワールドということでですね。
やっぱあれですね、自分が一番ね、あの長くいる空間やからこそ好きなもので溢れさせたいなっていうのはあの思いますよね。よかったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ついこの間チャンネル登録者数200人達成しまして、はい、次なる300人に向けて、ポツポツ頑張っていこうと思うので、このチャンネルは好きなことを好きなだけがテーマなので、古着とかファッション中心に、発信もしています。せっかくなので写真とか本とかどんどん好きなものを発信していきたいなと思ってます。好きなことを好きなだけがテーマなのでね、ぜひ、今後も見ていただけたらと思います。じゃあまた次の動画で、お会いしましょう。バイバイ。